こんにちはみりんです。今日の動画はこのチャンネルにおいて珍しい比較的普通の狩猟になります。クエストはこちら。月下の夜会。遠出の近隣常時狩猟ですね。ソロだと普通に面倒なクエスト。でまあこのクエストにガードぶつかついてるのはそういうことです。どのチャンネルでもやってるであろう同士打ちの時間。スキルはこんな感じ。ガゼ1にオートガード、それから砲術オート技物を仕込んでいます。さらに猫飯で体術をつけることにより競争薬をカット。あれは依存で人をダメにする麻薬ですからね、当然です。それとこの戦法における砲術振りのメリットの解説、の前に夜会ソロの一般的な手順を整理しましょうか。月下の夜会における狩りは3通りですね。まず1つ目、煙を発して片方を潰すという選択肢。煙で分断し、閃光による撃墜も交え早期狩猟を狙うという流れでしょうか。一番手っ取り早くはありますが、うっかりもう片方の発覚を飛ぶと地獄が始まりますね。2つ目、そもそも分断を放置し、殴れる方を殴る。まあ普通に考えてなしでしょう。狩猟時間も伸びる、死亡リスクも高い、面倒くさい。そして3つ目、投手打ちの誘発ですね。時間かかる上に退屈ですが、狩猟に関わらず枯れ、まあ確実で楽と言えるでしょう。というわけでガゼ1でほたたり、おまけに猫の体術をつけることで競争薬が不要になるほど安定する近隣。これ以上は必要なスキルもないため、技物と砲術に回せるっていう。ではこれがどれほどタイムに影響を与えるかですが、って思ったけどこれ言ったら動画終わりかねん。最後に言わせてくれ。とりあえず立ち回りの解説。暇な時とりあえず砲撃するだけ、以上。引くと弾かれによる事故が起きやすいので、暇な時とりあえず砲撃パコパコしていれば大丈夫なはず。映像見てもらえればわかるんですが、マジでのんびり砲撃してるだけですね。ただし注意点として、リオレイヤの方に攻撃をやや多めに入れる必要があります。レイヤはレウスと比較して体力が多く、その上広範囲への攻撃を多用する傾向にあります。そのため、意識してレイヤへ攻撃しないと、レウスが死んでもピンピンしてることがザラにありますっていう。そんじゃ喋りたいこと喋ったしカット。動画時間が2分に到達しそうなのでレウスには死んでもらいます。よほどレイヤに集中砲火しない限り、大体先に死ぬのはレウスなのでそんなもんでしょう。それではあとはレイヤを捕獲しておしまい。なんかここ攻撃してますが、普通に眠ってボケてるだけなのでさっさと罠でいいです。で捕獲ですが、ダメージに不安があるという場合は、麻酔2個目を投げる際に爆弾を添えると良いでしょう。というわけでおしまい。結果は14分21秒。投手打ちの一般的なタイムですが、一切殴らなかった場合は基本的に20針から25針といったところ。これが攻撃を挟むことで10針まで縮む、と考えれば実用性があると言えるでしょう。五石はオートガードで誰でも作れるでしょうし、割と真面目にいかがってことで動画を締め、ご視聴ありがとうございました。